野島さんに次来るアーティストを紹介してもらおう。いやいや、コーナー始まりました。始まりました。なぜ大島さんにそんな風にアーティストを聞こうかって思ったかというと、あいみょんが日本全国に流行りきる前に、大島さんが次はあいみょんだわって嘘俺言ってたで、その同時期ぐらいに、うん、そのマカロニ鉛筆っていうマカロニ鉛筆、ね、あのバンドハマってるって言って、そのマカロニ鉛筆はもう今しんちゃんの主題歌とかやったり、確かにな、大の大冒険の主題歌とかやったり、ね、結構ガンガン来てる。あ、そうだね、確かに。まあ先見の目あるっていう、そういう方角に関して怖いな、はい、まあまあ好きですからね。ってことでちょっと聞いてみよう。なるほどね、この時期。俺がそもそもあいみょん、まあ、あいみょんとかマカロニ鉛筆とかいう福坂以外は知ってた可能性あるよ、普通。まあ、俺その界隈ではってことですよね。そうそうそう、だから俺も正直その本当に昔から知ってるとかじゃないのよ、うん、ちょっとまあまあたまにこうアップミュージックとかでさ、はいはい、若手の人たちだけ集めたプレイリストとか、うん、そういうのを聞いてとか、だからちょっともう来始めてたりするのを、あ、そっからさらにこう自分の好きなのみたいな感じでやってるから、はい、もうこれからもう来るってよりは来かけてる。ああ、はいはい、もうすでに確かに、うん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 、それをちょっと、はい、ちょい早ぐらいで、ちょい早ぐらい、はい、まあ一応3組ほどいいですね。まあじゃあいいですか、1組目から、はい、1組目、これちょっと福坂知ってる可能性あるけど、はい、ズーから出る。お、名前は聞いたことあります。なんか YouTube とかのおすすめで、あ、出る、ちょこちょこ名前だけ見たことあるけど、はいはいはい、まあこれでも確かに実際もう多分界隈ではかなりあれ有名だと思うんですけど、うん、ズーカラデルというバンドはですね、はい、まあ、北海道出身の3ピースバンド、はいはいはい、でこうズーカラデル、まあ、動物園から出るっていう、うん、まあまあ、そういう名前なんですよ、うん、そこからズーカラデル、うん、でなんかまあちょっとこうメッセージ性あるじゃないですか、うん、だからちょっとね、優しいんですよ、うん、なんつうのかな、なんだろう、今この流行りの音楽って結構男性でもまあ高音の感じとか、うんうん、まあ、結構かっこいい感じというか、うん、なんかそういう、まあ、フォーロックでも、はいはい、なんかそういうのが結構人気なのかなっていうイメージはあると思うんですけども、うん、ズーカラデルはね、優しいんですよ。優しい渋くて歌声もね、なんか懐かしい昔ながらのネバヤンみたいな感じですか。いや、もっと優しい、もっと優しいですか。なんかね、まあ、これが経営合ってるか分かんない、個人的なあれだけど、もう優しいサンボマスターみたいな、そのはぁあの熱い熱いサンボマスターの優しいファン、そう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 熱いじゃん、もうチンチンに温まってるじゃんサンボマスターって、もう熱い、うん、でもね、平熱のサンボマスターみたいな、平熱のサンボマスターがどうなるのかっていうのなんかね、なんつうんだろうな、なんかね、なんかこれ難しいけど、はい、優しい気持ちになれるというか、なんか懐かしいなこの感じというか、そう、なんか癒されるんですよね、癒し系バンド、癒し系、声もそうだし、そう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 なの、癒し系っていう言葉が合ってるかどうかわかんないけど、はい、で歌詞とかもね、やっぱね、いいんですよ、なんかストレートで、ストレートなんだけど、やっぱその声と曲調とかでこうな入ってくるというか、うん、はい、その感じ来そうですね、確かに優しさっていうの、そう、なんかね、結構割と今の時代で唯一無二なんじゃないかなっていう、はい、意外と誰とも被ってないなっていう感じはしますね。あ、聞いてみよう。なんかそれこそなんかアップミュージックとかで、はい、その若手のバンド、今来てるバンドとかをブワーッともう100曲以上プレイリストで あって、それを俺もランダムとかずっと家で流してるんですけど、やっぱそれだけやっぱこうなんか違うん、やっぱズーカラデルがかかった時だけなんかおっていう、はいはいはい、なんかいい意味で浮いてるというか、逆に浮いてる、このご時世、なんかこの時代逆行してるというか、そう、そうで今ね、結構俺が知ったきっかけの曲はトーチソングっていう曲、うん、これはちょっとぜひ聴いてみてほしいんですけど、最新曲もノエルだっけな、
ノエルって曲めちゃくちゃいいです、僕大好き。最新もいいんです、ね、最新もいいし、そのトーチソングっていうガランドっていうアルバムに入っているトーチソングっていう曲はまあいいですね、代表曲って言えるんじゃないですかね。なんかそういうなんだろう、この曲はいいけど、うん、なんかこの曲だけいいバンドってたくさんいるじゃないですか、はい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 、でも最新曲もいいっていうのはかなりなんかいいっすね。そう、いいよ、アルバムも全部いいよ正直。うーん、ズーから出るおすすめです。ズーから出る、はい、はい、じゃあ次2番目。2番目、はい、いやこれ多分もう相当もう来ちゃっているんだけど、はいはいはい、佐藤もかちゃん。あ、でも全然知らない。佐藤もかちゃんという、佐藤もかちゃんは全然自分聞いてないっすね。本当、はい、ね、結構多分ちょっと前ぐらいに、はい、あのやっぱカンジャム8、あカンジャムか、はい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 、あれって結構やっぱすごい人たちが今来てる人と紹介、はいはい、音楽解説とかしてくれたり、そうそうそう、そこでも紹介されたことあるから多分知ってる方めちゃくちゃいると思うんですけど、そうなんですね、佐藤もかちゃんっていうね、岡山出身のね、お、同郷女の子、はい、で、あのね、可愛いんですよ。その顔が可愛いとかじゃなくて声と、あと曲の雰囲気とか、でも可愛いし声もなんかすげえなんかなんつうんだろう、癒される感じのキャピキャピした感じの声じゃないけど、なんかね、癒されるというか、そう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 。で歌詞もやっぱその女心を歌ってるんすけど、でもなんか男もわかるような感じで、なんかこう切ないのもあったりとか、僕の中ではちょっと令和の、愛子、はい、令和の愛子というのが、はいはい、僕の中で、はい、そう、めっちゃね、あと今風のメロディーの感じもあるし、でも歌詞とかはね、やっぱ今の若い子にも刺さるけど、まあ、な、今の若い子にも刺さるし、やっぱ全世代、女心ってこうなんじゃないかみたいな、うん、そういうのもね、なんか、ね、女心の解説、解説の取説、はい、でもやっぱ男も聞けるんだよな。はい、でなんかライブ1回見に行ったんですけどね。おー、ライブでも、はい、1回そのなんかフェスみたいなのに見たんですけど、はい、やっぱ初々しくてね、やっぱその岡山出身で多分出たてなのかな、まだ多分東京でまだあんまそんなやったことないのか分かんないですけど、すげえなんかちょいちょいね歌に岡山弁とかも入ってたりする、お方言とか、はいはいはい、それがなんか非常に今可愛くて、本当じゃあ今見応えがある、見応えあるね、なんかその初々しさっていうのは、そうそうそう、人もね、やっぱキャラがいいキャラしてて、いや重要っすね、そ面白くて、はい、トークとかもね、なんかちょっとぶっ飛んで変な子なんですけど、変な子っていうか面白い子なんですよね、そうそう、で曲もかなりなんか たまにこうパンニャとかでもかけたりしますね、なんかやっぱね、おしゃれなのよ、おしゃれ、確かになんか全体的になんかこんなまとめ方したらあれですけど、うん、サブカル受けというか、ああそうだ、ね、なんかしそうな、そうそうそう、なんか全体のイメージというか、はい、そう、佐藤もかちゃんおすすめです。で曲で言うとね、愛ゆえにっていう曲があるんですけど、その曲がね、こうダメ男に振り回される女心の曲で、わ割とストレートに歌詞なんですけど、それがね、どっちの歌詞なんだろう。なんか憎しみを歌ってんのか、それより自分のそのダメさを歌、なんかそんなのに振り回されてるダメさを歌ってんのか、はいはい、両方なのよ。両方入ってんの。こんなにダメ、まあ、あるダメなの分かってんのに、なんで私行っちゃうんだろうみたいな感じとかも入ってるしね。はい、愛ゆえにとか、あとね、なんだっけな、メルトベターとかだっけな。とか、まあ、あの佐藤もかちゃんはアルバム結構出てると思うんで、全部いい曲なんで聴いてほしいですね、はい、まだ若い女の子だとおしゃれな服装とかもおしゃれ、世界観とかもおしゃれなんで、完成されてそうですね、そのイメージが、そうそう、まあ、このね、チャンネル、女、女性が9割聞いてました、いや逆、男性が9割なんで9割言ってんすか、怖いですよ。まあその1割の女性の方ぜひ聞いてみてほしい。いやでも確かにそんな可愛らしい人は、可愛らしい、人もいいし曲もいいですね、佐藤もかちゃんも、はい、興味出てきたんじゃないでしょうか、はい、ぜひ聞いてみてください、はいはい、じゃあ3番目最後ラストね、はい、ラスト、まあこれはまあ個人のなんとか来るとか来ないとかまあ分かんないですけど、僕がもう大好きな、結構趣味、はい、偏りの、ヘルシンキラムダクラブ、あ、ヘルシンキラムダクラブ、それは来てる、それ来ちゃってる、来てるとかじゃなくて自分が知ってます、ね、あ、そうなんだ。っていうか大島さん、その結構前からずっと聞いてますよ、ね、あ、ずっと聞いてる、
ヘルシンキラムダクラブ、じゅなんで知ってるかっていうと、うん、チャイと対バン経験。ああ、そうなんだ。仲良くてみたいな感じで、じゅなんで知ってて。はいはいはい。って感じですよね。なるほど、なるほど、はい。ヘルシンキラムダクラブはね、もうかっこいいっす。もう、曲が。なんかその、まあ、もう詩とかうんぬんじゃなくて、普通にメロディーがただただかっこいいっていう。なんかやっぱね、飛び抜けてかっこいいですね、僕今聴いてる。なんかパフォーマンスとかライブも見ましたけど、めちゃくちゃかっこいいし、なんだっけな、ジョークボックスとか、ジョークボックスっていう曲あるんですけど、それもかっこいいですね。あと三菱マキアードっていう曲もあるんですけど、それとかもすげえかっこよくて、これもよくパンニャでかかってるんですけど、かけてるんですけど、もうなんかとにかくかっこいい。はい、濃いなんですね、ヘルシンキラムダクラブ。そう、だからなんか万人受けするかどうかって言われたら正直自分はなんだっけ、シャレ神戸、シャレ神戸です。ああ、あれをそのチャイのボーカルのマナちゃんが、はい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 、おすすめしてて、結構なんかそのって感じの内容だからそれがいいみたいな、確かにっていう感じなんだっていう。そうだね、イケてんだよ。なんかライブの MC とかもすげえかっこよくて、なんかようやく大きいステージが匂ってくるバンドになってきましたとか、もう言っちゃうのよ、ボーカルが。もうなんかそういうとこもかっこいいし、ビジュアルもかっこいいんだよね、結構。だから女の子とかめっちゃファンいるだろうなって思う。確かに女の子好きだと思う。バンドって感じですよね。そう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 、ロン毛のベースがいてっていう。そう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 、で曲はかっこいいから男も好きみたいな。でビジュアルで女の子もいるから、多分結構もう多分徐々にステップアップしてきてるって、草がまで届いてるわけだからさ。そうですね、自分もかなり特殊系ではあるんで、多分もうこれから多分フェスもなんかテレビの主題歌とかになるかは置いといて、普通のフェスのヘッドライナーとか、そうですね、までにはちゃんと音楽好きの中でしっかりと実力認められてって感じっぽいですよね。そうだね、だからその辺では普通にフェスでとかでもし見る機会があれば見てほしいですね、かっこいいんで。そうですね、はい。わー、あーでも全然自分が思ってたとことはちょっと違ったなって。何がって思ってた感じですね。ここからちょっと自分の今ただただハマってるバンド。あ、福坂もあるのね。はいはい、自分の今ハマってるバンド、はい、一組目はコーディー・リーですね。ちょっとマジで知らない。コーディー・リーは知らない。コーディー・リーさん、え、バンドじゃん、個人。バンドですね。コーディー・リーっていうバンドで。知らないですね。ね、一番そのなんでこれ知ったかっていうと、そのこのサムネ見たことあるんじゃないかなって思うんですけど、うん、中国語で Woe I Need っていうタイトルのやつがあって、はい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 、なんかその中華テーブルみたいなところでそのちゃんとそのなんていうの、チャイナ系の格好をして、みんなでそのカメラの方向いてる。女性？男女混合バンドなんですけど、そうなんだ。ツインボーカルなんですよ。ボーカル男の一人って、そのコーラスというか、まあ、まあボーカルで、女性で尾崎里乃っていう人が、はいはいはい、その女性のボーカルなんですけど、はいはいはい、その人はまあ個人でもちゃんといろいろやってた人で、その人がなんかまあ後々加入みたいな感じ で、でその5人体制になったんですけど、うんうん、いやかなりいいっすね。そうなんだ。その2人の感じというか、だしそれぞれのビジュアルもいいというか、うん、ギターの、うん、その力強しっていう子がいて、力強し子がかなりおしゃれさんというか、かなりなんだ、まあ飛んだファッション好きみたいな感じでかなりいいっす。聞いてみよう。コーディー・リー。コーディー・リーですね。その「Woe I Need」っていうアルバムはシングルで、とりあえずミュージックビデオどんどん見ていったら、確かにな、ね、MV から入るのもいいよね、やっぱり最近なんか凝ってるもんね、はい、MV もね、ちゃんとね。そうですよね。で、コーディー、はい、もう一組誰だっけな、コーディー・リーと、うん、あ、テンパレーですね。あ、テンパレーね、はい、テンパレーはヘルシンキラムダクラブ系というか系だね、はい、テンパレーもいいよね、おしゃれでね。テンパレーはそうですね、とにかくおしゃれだ、うん、もう曲調がだし、まあキングヌーの、うん、ミュージックビデオとかやってるチームのペリメトロン、あ、そうなんだ、かな、ペリメトロンの人たちが
はいはい、同じように仲良くてミュージックビデオやったりするんで、ミュージックビデオもかなりおしゃれ、うん、でその中から曲で言うと、じゃあソナチネ、ソナチネっていう曲がかなり好きで、最新曲でサウナドの、はいはいはい、その主題歌やってるアビバノンの、アビバノンとかもかなり自分は、うん、おすすめ好きですね。いやいやいや、いやテンパリはいいよ、なんかすごい揺れてくるんですよそんな感じの曲確かに俺もそのどっちかというと、もうあんまもう売れないでほしい、うん、そんなに売れすぎないでほしい、本当にここで止まってほしいんですよね。そうそうそう、なんか浪費されてほしくない。いや本当にそうなんだよな。なんだろう、やっぱそのあるじゃないですか、その売れすぎてて、うん、どん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 この人の中のその蓄えがすごいすごいペースで減らされてるなっていう。わかるわかる。なんかそうそうそう、なんかねあるよね。なんだろう、みんながその背中押しすぎ問題っていうか、そう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 、頑張れ頑張れって押しすぎちゃってて、その人のペースじゃなくなっちゃってるっていうのが、そうなんだよ。ちょっと自分はもうなんだろうな、なんかね、いやこれしみしみしみで終わっちゃうのだろうし、しみったりた感じで、なんだっけこれ、次来そうな、あそうそう全然そう、それ今の音楽問題みたいな、いやいやそうだから悪いことじゃないから ね、 そうそうね、あれなんだけど、いやそれがだって目指してたところですよ、ね、そう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 、そ、そうそう、でもそうだね、うん、だから今だからそうなんだよな、だからアイドルとかも言うじゃん、うん、なんか結局ね、大きくみんなね、会いに行けてた頃は楽しかったけどみたいなさ、でかくなりすぎてとか、うん、やっぱ何でもそうなんだと思うけどさ、そうそうそう、つながるな、これはまだまだこれつながる方向がありすぎていやまあ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 、ちょっと変なになっちゃったけど、まあとにかくちょっと今僕と草が言ったこのアーティストの曲はぜひちょっとマジハズレはマジないというので、ぜひ聴いてほしいですね。はい、はい、お願いします。はい、こんな感じでございました、はい、ありがとうございました。